どうもしばらくでした。あ、まあ1週間だけどね。早慶戦があったでしょ。それからゴルフで、おハンカチ王子とハニカミ王子って知ってる？ハンケチってのは知ってるよ。ハンケチじゃないよ、ハンカチ。ハンカチ、あれはね、英語でもハンカチなんだよ。ハンカチーフなんだけど、ハンケチってのは年寄りだって。ホワイトシャツがワイシャツなんて書いてある。だからそれは年取った人はね、ハンケチっていうの、いまだに。いいじゃない、別に言ったって。年取ったって知ったんだって、それだけのことだし。ね、なことないよ、大事なことだよ、そういうことってのは。大事、分かったよ、自分の歴史だから。まあいいよ、分かったよ。だからその早慶戦さ、早稲田の選手だろ。早稲田の選手、斎藤、当時ピッチャーはね。ただ早慶戦行き損なっちゃったのよ、切符がなくて、それだけの話だ。テレビで見た、見てない、テレビ。いやいやいや、なんかその人気があるってんで、今回はめちゃくちゃに入ったと。ハンカチ王子のおかげだと。出てきたから、そういうこと、そういうこと。だったらこっちは大風呂敷投手とかなんとかっての出してやったらいいじゃん。だから出てくればいいんだけど、出てこねえから。まだだったら女の子にか半パンツで出たらオーバーだけど、早い話がそういういろんなこと考えるがいいじゃん、新庄みたいに。テレビはチアガール映さないんだよ、あんまり。テレビ局なんかでやるんだったら、テレビ局の局員がやるから、あのこういった覗いたやつがいいんじゃない、会員もって。あいつにやらせたら喜んでやるんじゃないのかね。ちょっとそれにはね、チアガールの数が多すぎるんだよ。昔のあの歌知ってる？何？あの低能低能ってのは知ってますよ。なったね。今はね、やらない代わりにね、のんびりとなんかこの楽隊をやってるよ。スローなんだよな。スローだよ。なんで知ってんじゃねえのか。いや、そこだけ見たの。なんだ。つまみ食いだよ、それは。フレフレケイよ、それフレフレケイゴ、フレフレケイゴなのね。それが最後まで。あの早稲田の森に、そうスローテンポなんだ、効果も応援歌も、だからそこを見ちゃいけない。チアガールが踊って足上げて、そこを見るのが早慶戦。ノーパン、誰がノーパンっつったのよ。ノーパンだらけ面白くねえじゃねえか。毛羽も何も見えないの。ノーパン喫茶じゃないんだよ、あれ。お前はだって飛び上がんないとね、こっち来ちゃうんだよ。ノーパン喫茶に喋らせたら、俺は延々と喋るからね。そんなもの聞いてねえよ。もう一人、ハニカミ王子ってのも出たんだよ。知られなんだそれ。え、ゴルフやってる15歳の少年。みんな今ガキになったね。なんかね、いやーとかっていうのは、アイちゃんとかなんとかって変な女がいいじゃない。ピンポン、卓球。そう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 。まるであの、なんていうの、あの革命実装と同じようなもんで。ゴルフも15歳じゃもうダメで、やがてもうね、あの10歳切らないと一人前じゃないってことになるよ。7歳から8歳、ことによって3歳ぐらいのやつがポンってやる。ただポンじゃダメだ、距離飛ばなきゃ、ドライバーショットそれが出てくるんだよ、ちっちゃいのがスカーンってやる。そうなったらまたそれがね、英雄になるよ。テレビが祭り上げて英雄にしてる、そういう時代ですから。あれさっきなんか言ったら、その何なんとか仕掛けたとかなんだ、それあとの話。盗聴マイク仕掛けて撮らせよって、せこいね、 TBS も。TBS なんてのは伝統を守っただけの話で、昔からやってる、そういうことな。そのぐらいに、このハニカミ王子というゴルフの15歳が人気者に仕立て上げられてるよという、本人がそこまで望んでないと思うけどね。望んでんだろ。望んでんの。望んでる、絶対望んでる。だって今俺は芸人だからよくわかるよ。芸人とゴルフは一緒に。いやいやいや、芸人っていうのは、もてはやされるべくね、あの家業になった人間だからね。それがそういった部分がより多くわかるね。あ、やっぱり最後は本当に嫌ならやめるよ、冗談じゃないと怒るよ。怒るけどもさ、プレー中だから、怒ったら自分のコンディション崩すからな、ペース乱すからね。その時分かんなかったんでしょ。後で分かったんでしょ。後で分かった。途中で分かんないんでしょ。途中で分かんない。だから後でバレて、でまあ、TBS の番組の中でね、なんとなく謝罪とか適当なことやってるけども、 TBS に教えてやるよ、紅白歌合戦だから、でもカメラ持ってそのまま映しちゃってね、その同じ時間にやった時にしたらいいじゃねえかね。警告風景は全部撮っちゃって、その前少し遅れるよ、少し。いや、警告風景なら先に出せるじゃないですか。だってアメリカなんか映画が、例えば、まあ、なんてカリブ、あれが封切りされる前にもう偽物が出ちゃう。カリビアンとかなんとかってね、パイレーツか、そうそう、カリブの海賊、そんなの先に出ちゃう。分かった、じゃあ一つ今日も真面目に行こうぜ。やだね。やだねじゃないよ、今日は吉村君が来てんだから真面目にやってやれよ、かわいそうだから。なかわいそうだからって失礼なことやんね、この野郎。こんにちは、道平陽子です。生首事件、大臣の自殺、早慶戦、次は何が来るんでしょう。男子チンペイの予想は何でしょうか。では今週もどうぞ。いや、今の VTR もありましたがね、安倍内閣の支持率が急落というか、急落ってってもともとね、そんな高くないんだけど、 30% から 40% にな落ちちゃったと、どの調査でもそうだと。これはやっぱり傾向としてはもう否定できませんね。どの調査って、みんな同じ人に聞いてんじゃないの。いや、同じ人には聞いてません。聞いてない。せいぜい1000人調査ですから。
だから世論調査のまあ原則から言うとちょっとおかしい部分もあるが、ね、下がると何が悪いの、うん、いや選挙控えてるんだから、これは安倍内閣選挙控えて負けたらやめちゃいいじゃねえか、総理大臣になったんだから別になんかすりゃ文句が出るんだからしなきゃいい、え負けたくないよ誰だってね、いやいや負けたくないのはいいよね、負けたらやめちゃいいじゃん、うん、総理大臣になったんだから、 そのぐらいの腹くくれというんだろ、だけどね、うん、僕はね、うん、今下げとく方が得だと思うんです、うんうん、あそれもあんね、うん、だってこれ以上下がんないでしょ、まだまだ下がります、いやいやそんなこと 30% 以下になりますよ、いやマイナスはないよ、マイナスはないよねマイナスだって受けんだろうね、下がらないって今下げてんだよ自分の支持率が落ちたからってね、責任は菅直人だって、公的 年金の問題は菅直人が大臣の時やったんだからとか、そういうバカなこと言っちゃダメだ、そう、まあ単純にね素直に言って、うん、罪をなすりつけて責任、ね、小学校の喧嘩みたいでいいじゃないですか、うん、いやよくね、だからいや政治家ってあんなもんでしょ、あんなもんだったって選挙の前にそんなこと言うバカはいませんよ、だから損得考えないとっても率直ない、うん、いいおじさんだよおっさんってほどじゃないよまだ本当に、だから長老がいる時代はよかったな、やっぱり長老はうるせえこと言ってね、ブレーキをかける、若い者の暴走させない、経験が浅いからああいう失敗すると、こういうことだよ長老、今いないんですか長老、長老いたってみんな干されちゃってるから、中曽根さんなんか何も言わないのかな、だって中曽根さんなんかこの現役のあれじゃないんだから、だ長老って現役とか関係ないでしょ、いやいや現役のやつとそうでないやつと、じゃあ森喜朗は親分だからね、大事じゃん、だから陰で言っても聞かないから、言いそうなのどんなとこがいる、言いそうなのもういない、石橋炭山だとか松下とか、そう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 、石橋君はもうさ俺たちの親父よりももっとだから古い人だから、そういう人が言えばいい、若すぎる総理はやっぱりボロが出てて、ちょっと今度の選挙危ないなという話をしたかった、いやあのね若い人がうんと失敗するのはいいんですよ、分かった、でやっぱり若いのはダメだって、また失敗するあそうか、そういうことか、うん、それは分かった、失敗許されねえよ、失敗って何どういうこと失敗って言うんですよ、よく分かんねえんだ俺、必ず向こうに取られちゃって、あそれか、うん、こういうことか、政権がね移動したらこれは大失敗だよ、そこまでは今回いいじゃない、移動したってそのデモクラシーみたいな、もっと失敗するから民主党は、そうか民主党はやっぱり自民党だってことになるのよ、前回事実そういうことあったけども、うん、小沢民主党はこれは党の形なしてないからね、もう1回ぐらい共産党にやらせたらどうですか、共産党数少なすぎて、まだこの間誰だっけ、みんな共産党にこう合併してさ、いや高村健一さんだ、共産党は何か言ったら、あなたのところはね言いたいことばっかり言ってて、絶対やりっこないこと分かってるからね、うん、少し黙れとか何か言ってたよ、でもそれはね共産党はもう言うこと自体がね、相変わらず国民生活はもうねすごい地獄の苦しみで、それで何とかしなきゃって嘘ばっかり言ってるけども、うん、まあそれは嘘とは言わない、もう本当と思ってる人もいるよ、あの、ね、不思議にね、野党になるとああいう態度になるのね、私ね、うん、沖縄へね、うんうんうん、あの社大党が天下取ってまして、自民党が野党なんで、うん、そうするとその頃の国会で社外党が言ってる、うん、あの今の共産党と同じように、うんうん、あれじゃダメだこれじゃダメだって、うん、文句ばっかり、ね、文句ばっかり言って自分のあれってのは、うん、ないのね、ない、それは野党っていうのはそういう文句を言わなきゃダメなんだ、だって細川政権の時そうじゃないですか、うん、もうどうでもいいこと、うん、自民党が根掘り葉掘りでもうぐち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 やって、そうそう、結局もう小坂さんもう面倒くさくて辞めちゃったでしょ、いやそれは事実だけどね、やっぱり野党ってのは攻撃をするからパワーが増して支持を得られる、あ、ね、うん、守る方が与党だから政権持ってるから守る、これは昔と図式変わんない、これからどんどん落ちるかもしれないと言ってるんですよ、いやこっちは落ちない、落ちないじゃない、選挙が一月後に参議院選挙控えてるから、もうそんな落ちる上がるの話じゃないんで、勝負は3日前ですからそれは選挙だけだよ、そうそう、だから選挙を勝たなきゃいいんでしょ、いやそりゃそうだけどさ、であの、うん、年金ってのは何なの、うん、今回の問題は、ね、今もらってる人は厚生年金の人、そういう人はほとんど被害者じゃなくて、うん、国民年金をね、あるいはサラリーマンで厚生年金とか、そういうふうにつないでる人たちがかなりの被害を受けるだろう、どういう被害なの、じゃあちょっと要するにコンピューターにきちっとしなかったってことでしょ、そうきちっとした資料を、何にも被害は出てないんだよ、まだ出てなくて、これから出るのはね、5000万件というのはね、社会保険所 に入ったんだ、お金は納めた、保険の、うんうん、納めたんだけど、さて誰が納めたのか分からない、誰が払ってるか分かんなくなっちゃった、分かんなくなっちゃった、払ってないって鈴鹿、私が、うん、私も払ってるから、うん、くんねえなって言ったっていいわけね、いいけども、いいけども、やってる人いるんですよ、ただしそれは証明ができないから、そういうのはおそらくだって入れたやつだって証明できないぐらいだから、そこが今問題になってんだよ、納付をしたけども、それでもいいって言ってるじゃない、誰があの政府、あの安倍さんは言ってるよ、いいて、そういう人もいいと、そうは言ってる、選挙対策そんな簡単にはできません、だからそれを
払わないでもらうってやつだって、いやいやそういう魂胆のやつはいるよ、生活保護だって嘘の申告してもらうってのはいるから、うん、だけどもそう簡単にいけません。いや嘘だって落語にあるよ、あのね、湯煎改正って何ですかって、あの湯の中でもってふんどし洗ってるやつがいるから改正って、大きな声理屈だねそれは。いやいやまあまあそうなんですよ、うん、万病炎って落語でね、と私にも改正、ほら大きな声するから、私俺にも改正って赤にあったよ、俺にも改正、あんたまだもらってませんよ、と何か払ってねえやつには返さねえってのがあって、こういう状況があるけどねそれに近いでしょ、近いっていうかそういうやつが出てくる、いやいや出てくるでしょ、出てくるけれどもそういうのはきちっと確認しなきゃならないけども、証明とかいろいろこれから複雑なんで誰にもあげるとは言ってないんで、分かんなかったら入れたやつだってお前は入れてねえよって言うのそれ気になっちゃう、だからそう証拠は何もねえ、だからそうなってるからどちらにもね大変な問題じゃないこれ、だって大変な問題ですよ、大変なねえ、だからその大変なんだよ、だからもらってる人はそれほど被害受けてないけど、これからの人でね、自分がよく分かんない、覚えてないとかいうのが、これが一番、納付したけどもそれに見返るのを年金がもらえそうもないという、そういう危険性をはらんでるんだよ。そうするとしょうがないから、あの自分の働いたところ、まあ、転々としたら転々としたところで払った、全部領収書持ってきて、この通りですって言わなきゃダメですな。でもそれがない人のほとんどだから、ただし今言ったのは会社ってのは厚生年金、お前がやったのかこの野郎俺やってないよやりそうだなお前、やてなんだやりそうじゃない厚生年金ってのは会社なんで俺が説明した、いやいや景気つけた、景気つけた、それで何、社会保険庁の隣に新兵保険庁の中に置かれてるんですよ、会社っていうのはね、税金のことは詳しいんだから、うん、会社はね、個人に代わって半分個人から取り源泉徴収で、半分はね会社が出してね納めて、大体は事業所というのはだからほぼ間違いないんだけども、うん、国民年金は自分で納めなきゃなりません、納めてますから、昔は任意加入の時代もあり、今は、ね、強制加入だけど、サラリーマンの妻はご主人が払ってるからいいとか、複雑な制度の中でところどころ国民年金ってのは自分でも忘れてるぐらいあるんですよ、あるでしょうね、その国民年金は被害者が出てくる可能性はあるが、自分が本当に納めたのにもらえねえつってそこまで自信持ってやれるかどうか微妙でね、今だから調べてもらってる最中ですよ、そうそう、これ解決するんですか、これはねはっきり言えば難しいね、ねえうやむやになっちゃうよ、いやそう、まさにあの沖縄の土地じゃないけどね、うん、あの爆撃されてやってるうちに、うん、俺の土地だっていい後で言ったけど結局境界線も分かんなくなった、同じようなもんで、うん、よく思い出してね、さすが沖縄開発庁長官、うん、長官じゃねえんだ、うん、まあまあ、政務次官、はい、だけどそうなんだ、うん、沖縄でもそういうのがいくらでもあった、だって東京だってあの大空襲の後に縄張ったやつは戦後 ね、うん、それはまさにあの時もひどかったよ、年金で行われてるんだから、まあ、いや歴史は同じことじゃないよ、同じことじゃないよ、社会保険庁というところがいかにいい加減でね、そんなものもう5年も前から分かってる、分かってるけども今回のは分かんなかったんだ、だからマスコミも分かんないしね、政府関係でも分かってる、僕も知らないのに、どうして5000万件取るだけ分かんない、自分が出したから社会保険庁がこうなんだと言ったからそうなんだ、もっと言ってるかもしれない、いやいや、ここで追加も出た、もう1300万件ぐらい、うん、そう、さらにこうなったら1億5000万ぐらい言ったかやと、ね、言うだけは人口より多いって、そんなこと、それだったらますますおかしいじゃない、面白い、やりそうだよ、いいさっきの話は俺にも返せってのはいっぱいそうだよ、いやいや、そういうのもあるから、あんた韓国人じゃないですかって言われても、ね、うん、あんたはエジプト人じゃないですか、国籍の問題じゃなくてもいい、エジプト人だけど返せこれやろ、いずれにしても分かりましたよこの問題はね、いやいや、この問題は簡単にはいかないけど、そういうずるいのが出てくるよと、これ何かね、安倍の味方なのかね、味方はしてないじゃん、無理だよって、選挙対策が泥縄にしてシャレを言ってる場合じゃないでしょ、味方が腹の合戦で、ね、なんだよ、なんだよじゃない、やるならやれよ、講談を、さて真っ先に見えたるは、うん、3000一組、2000一組、あるは千人が800人、お約300、高架宿八方四面にたむろぶなして、そのせいおよそ30万、上林閣玉長田方、うん、うまいや、それで、うまいや、それ、年金はどこ行った、年金はどこ行った、はるか体を見てあれば、年金が飛んで飛んで飛んで、あの山越えて、里越えて、飛んで飛んでって歌があったじゃねえか、でもね、社会保険庁はね、年金詐欺と言われるぐらいに、今回は、いい加減すぎると、はい、国民が怒るのも当たり前だと、うん、でも怒ったってしょうがないから安倍内閣の支持率を落とすと、まあ、そういうふうになってるということだ、で同じ怒るならね、年金もすごいその大きな問題だが、あの福祉サービスの福祉ビジネスのコムス、そう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 、コムの野郎がとんでもない、コムの野郎がいやいやコムすんだよ、ちょっとあのそれはなんかあの看護をする、うん、介護をする、うん、まあ会社というか会社ですよ、それつまり介護の派遣で、介護の人材派遣、あれはなんで、あの
悪いの？あ、それはですね、コムスンというのはですね、もともとディスコやったやつが、まあ、それはいいんだけど、それはいいんだけど、なんであのね、どんなことしたの？介護保険がね、実現される、そこに乗っかって商売を始めるという動機ですよ、それはいいんですがね、自分とこが派遣もしていない人間がもうすでにここにいて、事業所にいて、で派遣してるような、そういうインチキなことをいっぱいやって拡張したんですよ。からし町の親戚みたいな、似たようなもんですよ。要するに架空のね、架空の人材を全部自分のところでピークして、で金も取ったりみたいな。どこからはっきり言えば、介護保険からもらったりしますから、介護サービスそのものがありますけど、介護保険ですか？その会社ってのは介護する人を斡旋する会社なの？そう、人材派遣で他のでこの派遣された人たちは一生懸命やってます。やってるわけね。やってますよ。で福祉の現場で老人なんか給料はどこでもらうの？ここからもらうの？コムスンからもらう。コムスン払ってんの？払ってます。それは払ってます。文句言うじゃん。だから介護保険からもらう金が大きいんですけども、あ、そうか、払うための向こうから持ってくるのに偽のあれをやったわけだ。偽の、ね、まあ、メンバーとか殺せ、これで会社なんだ。あ、そうか、潰せ。いや、それで気をつけろしたんだよ。だからね、厚生労働省がとんでもないと、どうでしょう、子会社かなんかにして自分のそれだよ。だからね、しただけなんで、とんでもねえ。それで社会保険庁だっけ、あれ関係なの、厚生労働省、まあこれは法的には、法的にはね、断れませんねみたいなこと言ってるから、いや、ちょいと言ったけど、とんでもないミスに気がついて、ちょっと変えましたよ。つまりコムスンっていう会社はもうダメだと、お前とか商売ができないようにするよって自治体に全部通達出したから、でそれだ、お、分かったってんでコムスンっていう会社はなくしちゃって、その代わりそこがやってる事業を自分の冒険会社、子会社に移しちゃって、法的にはそれはいいんだ、いいんだけど、いくらなんでも法を犯してそこから逃げてるとしか思えない、なるほど、批判は強いよ。そういうやつなんだよ、あれは。で、損したのはどこなの？まだ損はしてないの。損じゃない、そういう不正なことをやって介護保険をね、利用して福祉ビジネスをやっちゃいけないと。そうだよ、いけないでしょ。それが通るんだったらとんでもないでしょ。千葉先生特にやってるよね。何を？もし通るんなら、そうやって隙間産業なんだ、隙間産業なんだ、特にやってるよ。そんな、こんなのやって、水戸小物できそこなみたいな、ゼニアなんて言ってないよな、きっとやってると思うよ。僕はね、福祉のサービスをこれから受けようという立場ですよ。受けてみよう。目は見えないし、まだ受けてませんよ。あ、そうか、福祉は。で、人に福祉をね、今ね、議員年金で食ってるんですよ。ちょっと露骨だよ、言い方は。それで食って、そうじゃないよ。男子弁当というものが週一遍来るじゃない。それで、だから福祉ビジネスというのはね、やっぱりさ、老人をさ守るというね、はっきり言えば社会的意味のある仕事でしょ。今の世の中で老人を守ろうなんてのはいないよ。いや、いなくても介護保険だから、ね、なんとか振り込め下げだって、もう、いや、そうだよ、老人がみんなになってる。そういう作業あるけども、介護保険ってのはみんなが自分で出したお金で老後面倒見てもらえるんだから、それを利用してそういうね、悪どいね、違法行為やっちゃいけない。許せねえだろ。それでいいんだよ。それが言いたかったんだ。そうだ、許せない。許せない。反対。ちょっと共産党支持。なんだ、全然わかんない。なんだよ、デモ行進の前触れじゃねえんだから。コムスンって名前が怪しいよな。今日はもうな、ダメだ。疲れたよ。お待ちかね。これ、今日は。看護保険？チャップリン。チャプリンそうのお話を今日は家元に聞きたいと。いや、俺あんま知らないんだよ。え？映画は見てますけどね。いやだから映画だけじゃない。スイスに行ってアメリカから追われてったとかね。そういう話を今日はね、映像を通して振り返りたいということ。だから知ってる知らないじゃない、テレビ見てる人もみんなそうなの。チャプリン映画見てるねえ。チャプリンは現代の人にまだ分かるだろうね。分かりますよ、これは分かります。あの電車の中でこんな顔してキュッ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 分かりますよ。見たことない人は、多いでしょう、若い人は。静岡行くとチャップリンっての売ってるよ、お茶のプリンなのね。あれはチャップリンだよ。チャップリンだけどしゃれてるじゃないですか。いいじゃない、うん、チャップリンじゃない、チャップリン、まあ、いいよ。じゃあね、しょうがねえな。しょうがない、分かった。そうあれね、よしよし、じゃあね、よしよしじゃねえんだよ。殴る気にもならないね、こうなるとね。いや、まずね、若い原坂じいさん頑張ってよ。で、早い話は元あのイギリスの、まあ、寄席芸人ですが、ボーデルの、まあ、一家に育って、みんなその景色ですよね、ローレル・ハーディーだろうが、キートンだろうが、みんなそうですけどね。それで映画を撮って、撮って当たっていくという、まあ、犬の生活、二内獣、キッド、黄金鏡時代とかね、すごいじゃない、街の下が
さりげなくさりげなく読んでんだこれ独裁者殺人狂時代ライムライトそこまでやんない、はい、まず最初だけ、はい、最初ちょっと見てください。いや、やっぱり動きがなんかさすごいこうすごいです ね。だからね、どの一瞬をポッと止めてもね、うん、絵になってるのね。ピタッとアステアと同じようなもんですけどね、すごいですね。いや、だから今のを見たのは無声映画の頃でしょ、あれ。そうでしょ、多分ね、うん、だから陶器になる前だけど、やっぱあの動きなんかさすごいあれだな、説明によっては面白かったんだね、あれ。うん、まあまあまあ無声だから全世界に行ったって話もあるのよね。 あれが英語になっちゃうとそうはいかなかった、うん、でもあのボクシングのシーンがあったでしょ、素晴らしいです ね、あれをさ山野一郎とかああいう活弁ね、うん、弁士が説明した時にね、検討っていうか分からなかったんだってね。あ、ボクシングを知らなかった、知らない弁士が。それでね、ここは何だろうって縄張り巡して ね縄張り巡らした四角い中で何かやってると、はあ、多分これは縄張り争いだとか、はあ、いやいやそういうことを言って、うん、山野さんの言いそうだね、うん、山野一郎が本当にそういうのをやりましたと、あの動きが素早いのは駒落としの方がそうですね、多分そうでしょ、うん、だから現実には動けませんよ、まあ、指示を得るわけですけど、そうだんだん、ね、だけどあのだんだん下がるのが出てきてね、あれよりもむしろアナーキーなキートンの方がいいとかね、うん、ああそうか、キートンも消えるようだったね、それからまあ、うん、マルクスブラザースの方がそうそういいとかっていろいろあるけども、やっぱりチャップリンがチャップリンのあれ凄さだろうね。ただ最初はお笑いだけだけども、だんだんいろいろね、政治風刺、社会風刺ね、基本的に文明批判だよね。いや、そうなんです、うん、ただ庶民のねペーソスをベースにしてるとかね、うん、あるいは独裁者のような政治的な意図のあるのもあるし、ね、それでね、これ、うん、これなんですよ、ね、チャプちゃんはね、うんうん、チャプちゃんはなんていうか性的にロリコンなんだよな。あ、そうなの。それで方々でポレット・ゴダードはじめいろいろも問題を起こして、それらもこうやられた理由の一つなんですよ、ね、だから映画はさ常にロリコン風の設定だよね。少女置いときますね、少女がいて、うん、あ、なるほど、分かった。じゃあね、ちょっといろんなチャップリンの映画をね 2,3 見てみますから、はい、それからまた話を聞いてみましょう。どうです、笑いとそれから今みたいな風刺とどちらを取る。私が笑いのはだからなんて言いますか、ゴールドラッシュのこういう、うん、あったね、黄金狂時代、そう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 、うん、山のところにうちが引っかかっちゃって、うん、ああいうところを見てゲラゲラ笑って、ギャグはやっぱり最高だったね、うん、でもね、戦後を待ちに待って、うん、ライムライトが来てね、みんな絶賛した時に、うん、花森安さんがね、うん、アホらしき名画って文章を寄せてるんですよ。そう、うん、チャップリンは泣くに泣けないからこうやってあるダンスをしてたんだと、それをね泣き上がるっていうふうに書いてたけど、俺もその通りだなって思った。でも好みから言うと街の日がそれほどの傑作じゃないっていう気はするんだけどね。ただね、動きがいいよ、動きがいい、うん、ただ日本にね、日本好きというか日本美意気でね結構来てるんですよ。来てますね、ね、うん、一番最初は昭和の初期だけどね、うん、戦後来たんだ。で戦後来た時のこの写真があるんだよ、これこれちょっと見てほしい。あら、随分変わっちゃってるね、うん、これね、長良川の鵜飼をやったんですよ、うん、で、この法被がね、長良と途中まで出てますね。あ、これ鵜飼をやったんです。この時代でも映画撮ってたんですか。いや、もちろんもう戦後で撮ら、いや、もうダメだ、ハリウッドから追われた頃でしょ、ね、もちろんローザンヌかなんかいた頃、これ昭和30年代に日本に来たんですけども、いずれにしてもね、昔ううね、狂言見てて分かりますかったら、ノーっつったってくだらねえ、そのシャレが残ってますがねこれいい、あ、まあ、面白くない、いや、面白いよね。もう意表つかれましたね。意表つかれたよ。でもチャップリンは分かってなくて言ったんでしょ、シャレのつもりじゃないでしょ。シャレだろうと思うけど分からないよ、それは。あ、そう、うん、いや、それはもけてから面白いな。いや、もう勘弁して、うるさいんで、うるさいか、シャレをもう一度やらせるバカな話があるもんか、ってきますね。真面目だけど、いやいや、それでチャップリンはですね、いよいよ追われるんですよ、うん、アメリカを、うんうん、理由は共産党赤狩り、うん、マッカシーズムという、そう、うん、当時共産党的なね発想を持ってる、時代を風刺する人、政治を風刺する人はみんな赤と言われた。ああ、そう、うん、そう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 、単なる反骨精神、ね、いや、反骨、今だったらね、反骨精神ですよ。ちょっと待ってくれ、これ周恩来と映ってんじゃん、これ。え、周恩来、いやいや、中国にも行ったんですよ。中国に行きましてね、あ、それはもう中国、まあ、これ、あ、アメリカにいらなくなった、もちろんもちろん、そう、ここで有名だから周恩来が呼んだのかな。いや、呼んだかどうかそれは知らないんですよね。周恩来と写真撮ってますね。で、周恩来が横にね、チャップリン先生あげますというかサインをしてるんですよ。ちょっと見えないから、じゃあこれじゃあちょっと見てください。中国語でチャップリンはこう書くんですよ、ね、あ、読めるね、なんとなく読めるでしょ、チャップリンと。
うん、だから中国意味でつけちゃう場合もあるからね、うん、だから笑いの王様、笑い王と書いてチャプリンっていう、こういうやり方もしますからね、意味でもいいし、これは音でいいし、音でいい、だから周恩来と撮ってるというね、うん、そこがね、チャプリンもすごいけども、逆に言えば仕事が全然なくなっちゃって、世界を回ってたんじゃないかと、暇つぶしに。あ、じゃあね、晩年そろそろ、ね、はい、どういうふうな生活をしてたか、うん、やっぱり最後は88だそうだ、うん、スイスのね、スイスに自宅大邸宅持ってたんだらしいんだけど、死んだってんだけどさ、うん、やっぱりああいう生き方って理想的じゃないですか。理想的だけど、ほら人生の全般をわーっとなったけど、後半は追放されちゃってからね、うん、結局仕事がないというか、映画も撮れないというか、そういう本人はやっぱり苦しかったんですかね。さ、苦しいだろう。映画撮れないって金があったんだら映画撮れいいじゃねえかな、うん、やっぱりそこはなんか配給してもダメとかいろんな事情があったんじゃない。そういうことかな。もう追放されたんだから、うん、アメリカから、うん、ヨーロッパで撮るとかってわけにもなかったな。本当はあるけど、フランス、イタリーとかドイツとかいうのは、うん、映画制作を依頼しなかったとか、まあ、事情は知りませんよ。知りませんが、本人も意欲がなくなったかもしれないしね、うん、でもやっぱり年取ってもいいね。でね、最後のなんかね、80だかなんかもっと前だから、その前のね、うん、誕生日の写真があって、その中にね、うん、ナイフ持って自分の首をこうやってんですよね。ああ、それは君たちならとてもここまで元気に暮らせないで、おそらく死んでるだろうとかって、そんなようなジョークが、うん、ジョークというか、あの文が下に載ってましたけどね。はあ、かなりのやつだね、やっぱり。それで、なんていうか、整合というかね、うん、女房なんですよ。何だから変えて、うん、なんかね、友人オニールかなんかの、うん、友人オニールか、なんか娘かなんか、ね、うん、娘でしょ、娘だな、すごい文章ですよ。初めてのその寝た時に大量のザーメンを私の体内にって、そういう文章を平気で書いてんの、あの娘かなんか、そういうのそこにいるのね。それ見た時に、あ、すごいいい年こいてこの野郎大変ですけど、でもそれは本当なんです、うん、そっちの方もすごかったと、うん、だから映画のエネルギーとな、女性関係とのエネルギーは同じだって、羨ましいよね、うん、そうかな、とも羨ましくないな。診断ドカンとです。今回は何やら今時の言葉に関する話題だそうですが、一体どんな話なんでしょうか。全く分かりません。成り行きだそうです。ではどうぞ。最近はもういろいろ新しい日本語、まあ日本語ですよね、いろんなで、ね、でテレビとか新聞とかもしょっちゅう見るけども、意味がよく分かったようで分かんないとか、そういうのがあるんじゃないんですか。例えばね、最近これふるさと納税ね、それから DB、これはまあ家庭内暴力と日本では訳してますけどね、それから電子マネー、マネーはお札じゃねえかってね、電子マネー、それからサミット、まあ、サミットはね、主要国首脳会議という、これはそれほど難しくないんでしょうけど、これだけあるんですがね、どうですか、家元はどれに一番興味持ちますか、言葉。興味は全然分からない、ただね、うん、これにはちょっとね、かかり合いがある、うん、家庭内暴力、うん、OK、じゃあ後でゆっくり聞きますよ、うん、吉村先生はやっぱりふるさと納税でしょうね。ふるさと納税、じゃあふるさと納税からいきますけどね、ふるさとに金を入れろっての、そのこと、その通り、本当に折り方に言ってみたら、あ、そう、つまりね、東京にいる我々が、うん、東京都に税金を納めてる、地方税、うん、住民税ですね、はい、納めてる東京が全部使ってるんですけども、それをですね、出身地の僕の場合静岡だと、静岡にどうしても一部上げたいんだというと、じゃあその1割ぐらいは静岡の方に、結果的に分けられると。誰言ってんのそれ。いや、まだそういう法律が、誰が言い始めたんですか。誰がってことです。おめえ誰か。俺はそんな力ないでしょ。いや、 なくてもお前力ないくせにいろんなこと言ってるから。だけど東京都に納めますね、はいはい、東京都は使い切れないで、うん、お金出してんのよ、うん、それはね、それは東京都が出してんじゃなくて自分で、うん、決めたいっていうことでしょ。今度はだから今度は自分が納めた住民税の一部を、まあ1割ぐらいですけど、うん、それをね、生まれ故郷の静岡、あるいはね、福岡、あるいは鹿児島、どこでもいいけど、そっちに少しやりたいなと。なぜならば地方は貧乏で大変だからと。そうそう、例えばじゃ あのピンポンヤンで生まれたやつは、そういうこと。それは無理だよ。無理で、やっぱり日本でないと。日本じゃなきゃダメ、うん、だから日本のふるさとに自分の税金を納めたいなという人がいれば、それはできるように、個人の選択できるようにしようという案ですよ。システムとしてね、無理じゃないかと思うんだよね、うん、まあ、多分無理だと思うんですよ。5割ふるさとに返したいって言ってもいいわけね。そうそう、ダメダメダメ。だからそれは1割を上限としてとか、いや、そうなると思いますが、まだ法律ないんですよ。おめでとう、てめえで勝手に言えれいいじゃないかな。それもいいんだけどね、実はね、所得税、我々の納めて所得税はすでに地方交付税として地方にあって、貧乏なところにもう配ってるんですよ。そうですよ。だから住民税までね、わざわざまたそれすることはないだろうっていう反対論があって、都市部ではね、これ誰が賛成反対言ってるわけ。今まだないです。
話題になってるだけ。なんで話題になってる。いや、話題になってる。新聞、新聞を中心としてテレビでも言ってますが、 TBS、 うん、TBS は隠し撮りしたんだな。そこまで、これは隠し撮りするほどのことは分かんないよ。納税は何でも隠し撮りに限るって TBS なら言いそうだよ。言ってるかもしれない、そういうバカなキャスターがいるとしてもだよ。これはですね、非常に難しいのは、都市部は全部自分のところにお金集まりすぎる、うん、地方はね、確かにそんなに住民で集まらない、うん、となると差がある、少なくなってるしね、うん、だから格差が出るから、それを少しね、鳴らそうという発想はいいんだけども、ね、住民税というのはもともと受益者負担、ね、つまり、東京に住んでて東京の恩恵を受けるからこそ東京に払うんですよ。住んでない、ね、出身地の鹿児島に何も俺が税金出すとない。集まりすぎるんだったら減税してほしいよ、うん、めちゃめちゃ高いよ、うん、東京都の住民税は。いい指摘。今年からね、減税しろよって。いや、だから今年から住民税がまた少し上がるんですけどね。僕ら田舎ないからね、持ってくとこないもん、うん、エジプトは持っていけないね、うん、でその説は分かる、うん、気持ちも分かる。下げなさいよって気持ち分かるけどね、下げるとまたね、どうですか、東京のようにあるとこはいいけどない地方、住民税の税収がないところもいっぱいあるから、非常にそこは難しい。東京だけ下げるってわけにいかないよ。それはいかない。でも東京の圧倒的に高いから、下げても地方と同じぐらいになりますよ。だから下げる下げないじゃなくて、うん、ね、住民税の税率その他の仕組みは全部違いますから。いやいや、税率違いません、全部同じです。本当？いや本当ですよ。所沢にいた時と東京に戻った時じゃ違うよ、うんうんうん、住民税は違うっていうのはね、うん、ありえないんです。固定資産税とかいろいろね、それ行ったり、うん、それから住んでるところによってちょっと違うとか、あの町は住民税が安いか行ってみようなんて聞いたこと違う。 ありますよ。いやいや、だから一部そういう地域があるんですけども、うん、基本的な上限までは同じなんです、うん、その範囲の中で少しできるよという、まあ、税金の対価だからね、うん、いや、これ仮にね、じゃ認めたとするか、うん、まあ、どうなりますかね、うん、ふるさと納税を認めよう、1割当たりまで、一部の人はやるけども、うん、あまりやらないですね。あ、そこまで効果がないわけ、うん、あの、そこまでふるさと愛してないと。長崎県のね、うん、五島ってあるでしょ。ありますね、五島列島ね。あん中の五島市なんかは、うん、あの、そういうことじゃなくてね、うん、五島出身の人はいろんなところで働いでしょ、うん、ぜひともね、うん、あの、帰ってくるの大変だったら、うん、お金だけくださいと、うん、そうすれば、うん、あの、名誉市民にして、うん、そしてやってて、うん、結構みんな金を納めてる。それはね、よっぽどいいと思うね、ご当地に返してくれと。そうそうそう。だからね、前も言ったよね、うん、例えばの人、静岡なら静岡県から立候補してね、全国にね、うんうんうん、それ静岡出身の人だけで静岡党ってのは作ったら結構入るんじゃないかなって気がしたぐらい、うんうんうん、どっかでふるさとってあるよ。でもそれはね、東京に住んでいる人で地方出身の人はみんな地方の山梨県人会とか、そうそう、静岡県人会とか作ってるでしょ。だからそういう愛嬌心はある。でもそこで集めてさ、だからそこでいいんです。関係なく自主的にやった方がいい。そのがいいよ。だから税金の中の一部をそっちへとか、そういうふうな制度で決めるのはね、僕は良くないと思いますが、問題はこっちですね。 DV、 DV って何ですか。え、いやいや、 DVD、 アダルトビデオってなって、ね、いや本気で思ってる。いや、 DVD と DV は違いますよ。違うの分かってる。何なんですかこれ、うん、だから家庭内暴力と日本では英語で何て言うんですか。ドメスティックバイオレンス。バイオレンスは暴力だな、うん、ドメスティックはまあ地域性ですから、地方ですね、うん、あ、そうか、ドメスティック航空とか、空港、空港、そうそう、空港、ドメスっていうとね、要するに地方空港っていうか、うん、国際線が出てない。だから究極のゴメスでしょ、有機商事。究極の地方は家庭だってわけだ。違いますよ。何言ってんですか。家庭内暴力じゃん。違うよ。これ家庭の中で夫が妻に、あるいは親が子にとか、そのドメスはそう。ちょっと先生、はい、喋らせてくれる。暴力。あのね、うん、これ何気なく通り過ぎてたの。その家庭内暴力っていうのもあると。あ、酔っ払って親父がなんか、そうそう、なんかして天才じゃないけどね。あの、地震雷火事、親父のうちの、うん、こんなことたまにやって、うんうん、するのかと、うんうん、おっかおちょいとこの野郎っていうのはこんなことするのか。一般的にはみんなそのぐらいの認識でしょうね。思ってたんだよ。思ってたの。うん、私も。うん。したらね、俺の弟子がね、うん、落語やりたくてしょうがない。うんうんうん、とにかくもう、だけど家庭内暴力ができたんです。すいませんが。暇をいただきたいというか、じゃあなんとか治ったら帰ってこいってそう言って返したの。ちょっと待ちなさい。暇をってことは弟子で修行してたのが、うん、自分の故郷、うん、でその両親が来て頼みますよと言って、うん、来て一生懸命やって当人も幸せで幸せで私の元で修行すること、うん、弟子ね、いたね、そういえば。いたいないね、一人いない。うん、それは何、実家に帰ったの。実家に帰って、で俺のところに来て涙をボロボロこぼしながら告白した、うん、でちょっと家庭内暴力の実態をもうちょっと説明してよ、はい、あのね、父親はね、なんか勤めて、うん、未だに勤めてるんですね、うん、サラリーマンですね、はい、それでがんの告知されてるんです、うん、父親が、うん、
でだけど会社はちゃんとやってる、うんうん、帰ってくるともうそれも言語に絶するというかもう、うん、とにかく殴るの蹴るの壊すの誰を女房女房家庭内部 DV ですそれは本当に、ね、それでとにかく女房はもういられない、うんはあうん、それでせがれだって俺んとこで修行したいけどもとりあえず親も大事だって言うから俺は、うんうん、待っててやるから行ってこいって言ったんだけどとにかくいてどうやらその間に入ってるからそこだけやらないけどもいなくなりゃ何するか分かんないしそれはね家もたくさんあるんだってこういうのがいやいやたくさんありますがねその話はちょっと生々しいって深刻ですよ、うん、酒飲んで酒癖悪くてぶん殴ったり暴力でそういうのはいっぱいあってこれはもう警察もね本当は介入できないんですけども、うん、見るに見かねていろいろ手出したりすることもあるけど今のはですねがんの告知を受けてるわけでしょいや当人がおそらく知ってると思うんだけど ね、だからそれがですね会社では発散できないから、はい、理由はあるんですよ、うん、とにかく結果というのは原因があるから結果があるんで、うんうん、この原因というのはまあ常識内で考えらんない個人だけのフロイトの S じゃないけども、うん、この中から出てくるものかもしれないけど、うん、分かるだからそれがもう女房以外当たり散らすとこないから、はい、当たってる暴力の形を取るというね、うん、それ解決方法は、うん、そのお弟子さんが戻ることじゃなくてその奥さんを、うん、他に隠すことじゃないのちょっと待ったそんなことできませんよがんの確証を受けてですねサラリーマンやってるその親父を一人にしてなんて食っていけなくなっちゃうから奥さんがいなきゃ成り立たないがんの告知受けたんだからそう病院に入るとか病院じゃないもんがんなんだからもうだからこれもうこういうのの代わりにクワ持たせて畑やってこっちをこっちをって実りが増えるなんてわけにいかないんだからそれもいいけど自分が選択するならいいけど第三者がそれをやったら無理だやらないところで俺が殴るとてめえよでも笑い話してる場合じゃないわここでも言ってないと収まらないくらい、うん、分かりました、うん、つまり奥さんは暴力に耐えてた、うん、しかしそれを見るに見かねた息子がですね耐えられなくなっちゃうのよ、うん、ってことは息子が間に入って親父のその暴力をなんとか自分が防ぐと、うん、要するに自暴自棄なわけいやいやそうじゃないよ、ね、そうじゃないけどほらだって命のさ、うん、限界を見せつけられていながら毎日、うん仕事しなきゃいけないじゃないどうにもならなくて理由はそれぞれあるでしょう、うんうん、それで女房に当たりまた逆は女房が亭主をめちゃくちゃにとか、うん、子供に当たったり、うん、下手したり殺したりする、うん、それから子供が親に暴力振るう、うん、息子でもするすごいらしいですないろいろあるただその場合はその弟子がですね、うん、その間に入ってねつまり実家に帰ってきたことによって親父が少し心が和むと安らぐというようなことで暴力が止まるということは絶対あるんですよだから自分が盾になって、まあ、落語の修行は一時諦めてると思うんだからその修行ってのは何も俺のところにいるばかりじゃなくて自分でだからそれやってる間に練習してさ、うんまあ、それもそうだけどそれで収まったことに戻ればさ、うん、もうお前はいやいや重なってよくなったなこれで多いんでしょこれが多いです、多いんですけどもちょっとこれはね、まさにその家族の中のことですからあまり口が出せないけどがんになったためになんかね、うん心が平和になってっていう人もいるよだからそれは心の持ち方で人によって違うそれ持たせようよそういう人いやじゃあそれはこっちが言ってそうかだからそういう人いないのかな選挙室みたいなそうかダメ、うん、共産党でもダメダメほらダメじゃあここでだよねこっち行こう、うんねはいはい、もう難しい話しゃべってサミットこれもう簡単に行こうでな結論も何もないよねないんだいやいやないやチンペン先生の話いつもそうなんですよしりきれとんぼだ違うひでやつしりきれとんぼじゃないその人を救わなきゃいけないじゃないいや違うそんな簡単に世の中解決できないぐらいに今複雑だということが言いたい、うん、結論はな、はい、でこれサミット主要国首脳会議主要国って何なのつまりアフリカのスタンダとかやるそれは入れないアジオピアだとかそれ入れないのねだ主要国は今 G8 で8カ国8カ国分かる8カ国8つの国でしょそうそのぐらい分かるよ当たり前だからそれを8つの国がどこかなと思って考えて分かんなくなっちゃったの、うん、どうして米英仏そう米英仏でしょイタリアそう日本でしょ日本でしょロシアでしょカナダでしょオーストラリア、うん、中国はオーストラリア入ってないのかオーストラリア違いますよ中国は中国は入ってませんよ埼玉県は入ってない入ってないそこでね8カ国 G8 って簡単に言うけどねテレビなんかで調べて中国入ってると思っちゃったの、うんうんそれはおかしいですよいや調べたけどねけどドイツフランスイタリアロシアアメリカイギリス、うん、カナダ日本とこれで8カ国だから中国入ってないんだ入ってないよだから中国入ってると思っちゃった、ね、中国は入りたくないんだね入りたいんだ入りたいんだ入りたいオブザーバーで来てるだって G8 の前 G7 だったそうそうその時ロシアがねそばにいつもいたんですよ、うん、それでいい子だってんで、うん、G8 になったんですよで今度その代わりに入れてやってるその代わりに今中国が入ってる、うんでもうすぐ G9 ですよなんだってアメリカなんですからねアメリカの仲良しクラブなんだ、うん、まあいわばアメリカを中心に世界の平和をと今回はだってアメリカが
世界の平和を守ってないのにどうしてみんな集まって、経済力で一応中心ですから、うん、でも EU の方が今ちょっと良くなりましたよね。ユーロ高い、ユーロ高すぎますよ、もうね、うん、ひどすぎる。そうか、ちょっと話が、俺ユーロたくさん持ってるよ。ユーロ持ってるの、儲かってますよ。それすげえよ。すぐ金の話になるんだ。やだね、もうね。なんで嫌なんですか。てめえが税金投稿しないと言って、金の話は嫌だ。よく嫌なの、罰当たり。そろそろお時間となりました。家元、本日の締めのお言葉は何でしょう。どうぞ。締めね。いや、ハリウッド、ちょいといい話、パート2ね。うん、AFI ってのがありましてね、ありましてね、アメリカンフィルムインスティチュート、つまりその会で、年に一遍アクターとかディレクターを褒める、褒められた対象はもう巨匠、貢献をした具体的にはジョン・ホードが1回目でしたね。ヒチコクだとかワイラーだとかワイルダーだとか、俳優だとキャグニーだとか、うん、ジミー・スチュアートだとか、若いところでですよ、ジャック・レモンだとか、その中にフレッド・アステアの夜があるんですね。でその時のまずオープニングにね、ジョージ・スティーブンス・ジュニア、ジョージ・スティーブンスってのはシェーンだとか日の当たる場所だとかジャイアンツ取った監督ですね、そのせがれジュニアが会長なんですね。でこういう挨拶をするんです、アステアの時にね。アステアが初めてハリウッドへ来た時の記録が残ってますと、それを読みますと、うん、顔ダメ、演技ダメ、歌ダメ、頭髪写し、ね、踊り少々、これがアステアがハリウッドに来た時の評価なのです。今晩はその人を讃える夕べなんです。たまらない、俺はこれ聞いてるとね、アステアと会えただけでも生まれてきた価値があるしね、うん、もう二度と出ない、我々はまた来週出てくるけどね